本日はライジンファイターの平本蓮選手が自身の運営するアパレルブランド天の邪鬼のポップアップを行い、来店したファンに対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。平本蓮選手は4月23日、4月24日自身の運営するアパレルブランド天の邪鬼のポップアップを開催し、大行列みんな愛してる、ありがたいことに想像を超える量が売れて在庫がほぼなくなってしまったので、明日は14時から18時でやります。今日来てくれたみんなありがとう。 2days 無事終了しました。1000着以上用意してたんだけど売り切れました。本当にありがとう。これでやっと親孝行できる。プレネで買っちゃったと連投し、自身のブランド天の邪鬼のポップアップは大成功を収め、1000万円はあるであろう札束をつかみ、プレネで買っちゃったと高級スニーカーを持ち、満足げな様子を覗かせております。このポップアップ 2days 2日目終了後にファンの中では、レン君と写真撮ってもらってコーヒーこぼしてスニーカーにかけてしまいました、申し訳ございませんでしたとツイートし、スニーカー好きで有名な平本蓮選手のスニーカーにコーヒーをこぼしたことを明かし、平本蓮選手をメンションし謝罪するツイートを行っております。このファンからの謝罪に対して平本蓮選手はツイッターにて、たかが消耗品の靴ごときでそんなに気にすんだよ、ネバーマインド、いい靴はくっそ汚して履くのが気持ちいいじゃんとツイートし、自身の履いているお気に入りのスニーカーにコーヒーをこぼされながらも、靴ごときにそんなに気にすんな、靴は汚して履くのが気持ちいいと男気のあふれる返答をし、気にしてない様子を覗かせております。この平本蓮選手の男気あふれる優しいツイートに対してファンの中では、ファンに優しい平本選手、大切な靴よりファンの心配をするところ尊敬します、アンチも多いけどそれ以上に平本信者が多いので、これからも頑張ってほしいです、自分も早速信者です、おしゃれ好きそうやから大切やろうに、かっこいいな、アパレルブランドを展開するくらいファッション好きなんだから当然靴にもこだわりがあるはずなのに、何この成人、控えめに言って惚れるだろう、これはかっこいい、最近ファンやめろ、俺の写真をアイコンにするなとかいう人を見かけただけにかっこよさ倍増、お気に入りのスニーカー外で履くのもったいなくて会社専用にしてた、さらっとこう言えるのかっこいいな、俺もそうする、など平本蓮選手の神対応に対して称賛する声が多く寄せられております。注目の集まる平本蓮選手の次戦はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。